成田プロ、このティーショットは私結構嫌いなんですけど、右も左もダメ、はい、左右池でどっち消してどういうイメージで打っていきますか。右を消して、右を消す、はい、まあでも、まあ、曲がったら池っていうだけなので、うんうん、とりあえずピンの右のラフ狙ってみます。ピンの右のラフ、おお、その先の方を見ていくんですね。もうちょっと右ぐらい、めっちゃ先や、うん、お、全然見えないね、全く見えないわ。あー、ヘアウェイ、右のヘアウェイです。ナイスショー。もう打った瞬間消えました。そう、光のところにね、同じ反応、うん、見えない。結構自分のドライバー戻ります。なんか自分のドライバー軽く感じるらしいです。問題ない、うん、でもさ、右の方が安全だから、よかったよかった。OKOK。 飛距離アップするには、はい、なんかどんなトレーニングとか練習がおすすめですか。何が必要ですか。トレーニングはやっぱり足、うん、やっぱ足なんだ。足、腰、はい、足、基本的には足ですかね。うん、あと、うん、ヘッドスピード。あー、ヘッドスピードを上げるにはなんかどういう練習がいいですか。何でもいいんですけど、まあ、できれば自分は軽い、はい、シャフトで、はい、マンブリする。あ、軽いシャフトでマンブリ、はい、なんか人にやったら重いのを、そうですね、重い方がいいと思う、うん、そうなんですけど、でも軽い方がやっぱり動きが、うん、しやすいんで、あ、確かにビュンって言ってくれるんで、あ、その分ヘッドが走ってる感じ。重たいものさ、めっちゃ振ると腰悪くしそうですね。そうですね、うん、特に女の人はそっちの方がいいかもしれない。うーん、ちょっとね、ヘッドスピード足も上げたいんで、ちょっともう足を鍛えるしかない。足ですね。やっぱトレーニング通い始めたんで通い始めたね。そうね、こんな、なんか重いなんてこんなにこんなんやってプロもやっぱ結構足鍛えるんですか。鍛えます。足、ベンチとかもやる。ベンチもスクワット系ですね。あ、スクワット系だ。お尻ってことか。お尻か。私のフェードチャレンジ。フェードチャレンジ、はい、出た。でもね、これちょっと上がってる。やっぱこう上がってると難しいですよね。低めに出せたらいいな。じゃあやっぱ6番にしよう。枝ちゃんたちが気になる。抜けた抜けた、ナイスナイス。ちょっと前上がり。何ヤードだって？84。おお。うま。ナイスオンでーす。私は、はい、新商品のね。うん。いいゾーン。それは何番？アプローチウェッジです。そう、はい。でもプロと同じライズでうまくいってなさそうで、すごい難しいところ。めっちゃ結構難しそうな。チャレンジャー。うまい。ナイスです。ナイス。確かに。A なのにめちゃくちゃ飛ぶ。もう。ソールがいい仕事をしてくれるから、うん、いい感じに薄く取ってるね。そう、うん、滑ってくれる。ソールがこうね、分厚くなって、うん、綺麗にも当たってたね。初見ですよ。初見ですよ。すごくない？マジです。難しいライから。ミスをしない。ここにカバーしていこう。いけいけ。まあでもでもそばまで行ってるから OK。オッケーです。確かに
なんか今さっきちょっと構えたら、うんうん、あれねちょっとね、うん、あの A っぽくはなかった。 A よりも少しこう立ってて、うんうん、まあでも距離をさ出していくにはさ、うん、やっぱ大事じゃん、うん、ソールが滑るように分厚くして、うん、低重心でしっかり立てる、うんうん、しっかり立てる。だからあのすごい振りやすかったよ、ね、軽く振ったのにポーンって言ってくれたから、 A とかでも100とかいけそうだよ。おお、ボールが簡単になりますね。いいですよね、そんなクラブに頼ってね、簡単になるんだよね、頼って。今道具をね、まく使わないと。そうですよ。おお、いいよ。惜しいよ。なんかさ、ミスしたかのようなリアクションだけど、めっちゃいいよね、前が。いい感じみたいな。でもまた下りなんだよね。ナイス、来ましたね。来ましたね。よし。人生最高のバーディー数の数は何個ですか？1日で。9アンダーですね。9バーディ。10バーディ。やば。1日で10個バーディー取ったんだって。来た。イエーイ。90% の。でも今1メートル以上あったよ。ナイス。いい感じ。今ちょっと意識できた。なんかもうイメージが、イメージばいいな。もういいの見たしね。いいの見たから、余計にね、余計にね、はい、ナイスです。ナイス、ありがとうございます。ナイスバーディーとナイスパー。ナイスパー、ボギーです。あ、ボギーか。はい、ナイスボギーじゃん。ナイスボギーです。うん、これまたトリッキーですね。狙いどこしっかり定めて。おー、ナイスショー。うん、すごい。おー、ナイス。うん、大丈夫です。ナイスショットです。すごい。ゆこ、ここで一つ提案があります。なんでしょう。私たちがナイスショットできたクラブ、うん、プロにも打ってもらいたいなと。プロが打つとどうなるのか見たい。見たいよね。めちゃめちゃ見たい。打ってもらいましょう。お願いします。よし、私たちは 11.5 打ったんですけど、ね、プロは 10度の R SR スペックもちょっとしっかりしたものになってます。自分が使ってるヘッドとよく似てますけど。似てます。かー、ナイス。超えてったんじゃない。めっちゃナイスショット。超えて思ったところに飛びますね、うん、すごい。抜いた方に飛びます、うん、めっちゃナイス。超えていきましたよ。ナイスショットです。結構飛びそうな高ね。なんかすごいシャキーンって感じですか。すごい、ナイスです。シャフトが結構いい走りしてます。うん、構えやすさは一緒ですか。構えやすいです。うん、結構ポンって置いた時に座りがいいので構えやすいです。なんか違う点っていうのはあります？ちょっとここ違うかなみたいな、自分のと比べて。うーん、やっぱりシャフトが一番違うと思って。あ、柔らかい分。そうですよ、ね、タイミングが取りやすいかな。一定のタイミングじゃないと逆に難しくなるんですけど、やっぱ寒い時とか夏暑い時とか。そうですね、あるんで。そういう時とかは助けてくれそうな。でもやっぱシャフトです。お、いいんじゃない。超えてけ。おー、いいとこじゃん。ナイスショー。おお、かっこいい音。ナイスオンです。完璧。おお、いいよ。乗った乗った、いいじゃん、ナイス。はい、ゆっこちゃん、はい、もうね、うん、クライマックスの方となってきましたよ、今日も。あとここと最後ですね。そうなんです。早いな。早いね。質問タイム、はい、なりますが、はい、なんか
どう、視聴者目線でこれ聞いとこうかなって思うこととかある？うん、周りのお友達とかは、はい、結構その90ギリを目指してる人が多くて、はいはい、90安定して90を切るためには、はい、なんかどういうのが必要かなっていう。もう基本はやっぱりパッティング、グリーン乗って多分3パットすることが多いと思う。あとはティーショット OB しないこと。うーん、そうなんね、かだと思います。連チャンでね、 OB とかあったらもうあれダブルパーとか、そう結構なっちゃうもんね、行っちゃうので。はい、ちょっと2人ともナイスオンって言ったけど、うん、乗ってじゃんこの辺のマウンドかなで打ち上げだから、ね、見えなかった、見えなかった ね、 たね仲良いです、じゃんちょっとあんまライが良くない、ライが良くない、目の前がいきなし放題からのピンも結構手前に切ってあります。おー、うまーい。てかなんかもう全部さ、なんかもうカップに吸い込まれるんじゃないかっていうさ、全部こうみたいな。今のちょっとなんかまた変えましたアプローチ。ちょっと、うん、多分球がどうしても低くなるのでライが悪いので、あ、できるだけ開いて、もう落としどころだけ意識して。今フェイス面完全に返さないで、あ、そうです ね、上向いてましたよね。使わないで、そのままさっとさっとね、はい、いやなんか乗ってる時間が長かったもん、ボールがフェイスにスーみたいな、ポーみたいな、うん、いいんじゃない？乗れば OK よ。うまく上がった。うまく上がったよ。よし。おー！早いね。早いね。ナイスパー。ここがやっぱうまいよね。素晴らしい。うわー！ OK！ 惜しい。惜しい。さあ、最終ホールです、はい、最終ホールです。試合とかで最終ホールって何か意識してますか？特に意識してないです。毎ホール同じ感じです。うん、別に最後だからゴーとかもあんまなく、でもやっぱり最後パー5で2オンできそうな距離とかだとやっぱり行こうってなります。うん、まっすぐだね。すぐだね。すぐ。おー。ナイスショー。ほんと一連の流れ。一連の動作。流れ。私の一番の課題。インパクトに強くなる自分。もう本当個人的な悩みなんですけど、はいですね、私はどうしてもインパクトに向かっていくんですよ。合わせちゃう。そう。でもすごい男っぽいですよね、スイングが。え？本当ですか？行ってる。そうなの。あ、もうどうにかしてほしい。え、でもそれいいと思います。助けてみたいな。全然いいと思います。助けて誰か止めてみたいな。感じのスイングじゃなくて、うん、すごい綺麗に動けてるんでいいと思います。本当に。ただちょっとライが悪い時とかに、そう、弱い弱い弱い。強く行ってしまってダフったりトップしたりとかするんで、うんうん、その時はもうできるだけタイミングとリズムだけ意識してやった方が勝手に当たると思います。 ありがとうございます。ちょっと意識します。いや本当見てていいなって思う。もう一連で動きたい。さあ最後ヨネックスの、はい、さっきからいいショット打ってるクラブでフィナーレをね。でもなんかね、飛びがね、いいよね、うん、出てる？カート道ボールって感じじゃないのよね、うん、たまたまある感じがすごいする、プロボールに向かってっちゃうだそうです独り言が多いからねナイスショー、めっちゃ完璧完璧だ。
めちゃめちゃ完璧なんですけど。4つ関係ない。めちゃめちゃ完璧なんです。4つに優しいクラブです、はい、いやめっちゃナイスショット。実は完璧でした。冬にはヨネックス最高だね。今日ペコが普通に喋りながらラウンドしてますけど、はい、どうですか。うるさくなかったですか。いやすごい楽っていうか、はいはい、気軽に話せるのね、はい、すごく楽しかった。よかった ね、 あんまりこんなにずっと喋りながらやることって多分ないですね、うん、あ、ないですね、うん、はい、すいません、なんか打つ前にたくさん聞いちゃって。いや普段ないことやってるのすごい新鮮でした。本当です、ね、そう言ってもらえて嬉しいね。ラウンドしながらいろいろパパ聞けるのってやっぱ、うん、すごい私もすごく楽しいし、やっぱ 生っぽい感じがすごくいいです、うんうん、テレビで見るって開発者の方が左下がりでこう、多分この方こうしますっていつも分かんない、見てないから分からない、うん、そこにいないとやっぱ分かんない。そうなんですよ。だからこうやってやっぱ生でこう見れて、そういうなんかその傾斜内の打ち方とかをこう直で見れるのがすごく勉強になります。ありがとうございます。トラブル回避。イエッサイエッサ。おお、ナイスリカバーじゃん。成長が半端ないです。オッケーね。ツーオンチャンス。さあ、いくぐらいですか。何ヤードでしょうか。230。あ、結構ある。結構あるね。でまたライがちょっと左足下がり。なんか2オンチャンスことごとく左足下がりでしたね。入れてた気がする。もう入ってきた。え、どこに。あ、本当だ。え、どこに。受けてんだグリーン。帰ってきた。そう、グリーンが受けてて、あ、転がって帰ってきた。何これ、何これ。超ナイスショットでした。超ナイスショットだよね。いや、今日一腰の難しいグリーン。はい。いやでも、え、なんでなんでなんでグリーン。あ、罠ですね。結構受けてるっぽい。完璧だったね。キャリーでグリーン行ったんですけど ね、あーって思って、乗ったナイスと思ったら、うん、まさかの滑り台のような。じゃあゆっこは3打目ね、しっかりね。でちょっと段の上行かないとね。ね、今でも完璧だったよ。完璧だった。拍手喝采でしたよ。そう、ね、スプーンを左足下がりであんな綺麗に打てるのかと。ね、あんだけ浮くんだ ねスプーンってね。ほんと5番ウッドかって思うぐらい浮いてたよ。すごいわ。いやー、すごいわ。すごいわ。今一瞬寒さは忘れてました。ボリューで多分145ぐらい。もう天使が降り注ぎそうなあのね、光が差し込んでる。きっとこれはね、いい結果が出るよ。お、天使。うん。うん、いいんじゃない？あれはバンカー。おお。天使。天使がバンカーに舞い降りた。結構あの高いんじゃないかとちょっとドキドキしてるんですけど。ちょっと行く前から。そう。ちょっとドキドキしてるんですけど。ちょっとね。高いけど大丈夫。あ、さっき高いバンカー出してたからさ、あのイメージで、あの森田プロのイメージで、そう、振り切ることが大事って言ってた。はい、上ドン。おお、バンカーにいるいる。ナイスオン。しっかりテイクバックを上げますね。今みたいにもう完全見えないじゃないですか、はい、奥で、でもううねうねだし、はい、もう距離に対して感覚で打つしかない。うん、信じて信じて
標準50を打つ。いや結構テイクアパックやっぱ上げるんだなと思って。そうですね、もうやっぱ50なんで、手前が全部返ってくるので、もう絶対ピンデッドに行かないと。なるほど。ゆっこのバンカーショットです。シェーのポーズ出たね。おお、ナイスアウト。同じミスは2回繰り返さない。いいんじゃない。 OKOK。 最後入れましょう。うん、ナイスイン。プロはバーディーフィニッシュとなるのか。でもこれぐらいはもう試合だったら確実に入れたい距離ですよね。多分プロにとったらこの距離は必ず入れたい距離かな。プレッシャーかけたのに半端ない。こういう入り方がやっぱプロ、プロだなって。プロっぽいって言おうとしたでしょ。そう、ね、まだわかるよ。でもなんか言いたくなるよね。そう、いやこのなんか入るか入るなんか微妙な転がりで、コロンみたいなやつね。いやプロだ、これテレビでよく見るやつじゃん。生で見ちゃった。そう下りでさ、こう ゆっくり最後のやってくれますね。最後まで最高のフィニッシュ。すごい。じゃあお疲れ様でした。18ホール、はい、無事に終わりましたが、はい、あっという間でしたか。あっという間でした。楽しかったです。よかったでしたね。あっという間だった。でも一瞬で終わった。一瞬で終わった。あれ18ホールも回ったかなっていう。なんか私そのよくその観戦好きで行くんですけど、なんか観戦行ってる時ってあっという間で終わっちゃうんですよ、もう18終わったの、もう次ラストみたいな。今日そんな感覚。そんな感覚。やっぱこうもうなんかポン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 なんかこう行くんで、早いなんかなるべくもうあちこちに行かないように頑張ろうみたいな、自分も頑張ろう気持ちでね、ついていくぞみたいな。いややっぱリズムがすごく素敵で、ありがとうございます本当にこれから、はい、まだまだ若いので、なんか年年なんだけどね。これからねどんどん活躍する、はい、もう今からが、女子プロとして活躍していくんだろうなっていう、なんかこうすごいなんかフレッシュなパワーをたくさんもらえたなと思います。そして最後のパット。そう、最後しびれましたね。しびれたね。テレビでよく見るね。そう見るやつ。コロンコ下りの。ちょっと弱いかなと思っても、そうあ転がってく転がってく、そうかこみたいな、ああみたいな。もうプロの、すごい、ね、ありがとうございます。これからいいパパ、これからって言いますかね、来シーズン、はい、なんか目標などありますか、うん、2019年。そうですね、2018年は、複数回優勝したかったんですけど、1回も勝てなかったので、すごい悔しい思いもたくさんしてるので、来年というか2019年は必ず勝って、本当にたくさんの方に応援していただいてるんで、その方たちにちゃんと恩返しができるようにしたいなと思います。もうね、言葉がね、もう大人22? いかない。いや、みんな、とかみんな、こんな感じです誰に会ってもみんな大人だ。そんな応援します。応援します。ありがとうございます。見に行きます。はい、ぜひ見に行こう。見に行こう。 OK では皆さん YouTube のチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。よろしくお願いします。森田遥プロインスタグラムもやってますので、ぜひフォローしてください。はいじゃあね、バイバイ。